コロナ禍の下でもですね、この安倍菅政権肝煎りのですね、日本への舵の誘致が着々と進んでですね、地域経済振興にもならない、しかも観光立国もならない、マイナス面ばかりのですね、カジノには絶対反対をしてまいりたいと思います。全国的な問題なんですよ。民間賭博をね、解禁したのも歴史上初です。全国的なムーブメントにしたい、そういうことで党本部にですね、カジノ問題対策本部、絶対にカジノ関連法案は廃案にしていきたいと思います。